クリスピアン・ツィーゲは、西ドイツ、西ベルリン出身の元ドイツ代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは主に左サイドバック、左サイドハーフ。1990年に FC バイエルン・ミュンヘンでトップデビューを飾り、豊富な運動量とドリブル突破で主力として活躍。二度のリーグ優勝に貢献した後、1997から98シーズンに、 セリエ AAC ミランへ移籍。翌シーズンにはスクデット獲得を果たすものの、左サイドのポジションをアンドレス・グリエルミン・ピエトロに奪われ投影する。1999から00シーズンにはミドルズ・ブラ FC でプレーし、クラブの年間最優秀選手に選出された。2000年夏にリバプール FC と契約するが、この際の移籍金550万ポンドに関して、 ミドルズブラが不服を申し立てる。最終的に高等法院からこの遺跡は認められ2000年9月9日のマンチェスターシティ FC 戦でスティーブン・ジェラードとの交代でデビュー2000から01シーズンのトレブルを経験した。しかし膝の負傷やジェミー・キャラガーの対等によりレギュラーの座をつかめずトッテナムホットスパー FC へ加入。キャプテンのソル・ギャンベルを アーセナル FC へのフリートランスファーで失った、グレンホドル監督率いるクラブの守備陣の一角を担った。2002年3月14日、リバプール移籍の際に不正な交渉が行われたとして、同クラブに対し2万ポンド、自身へは1万ポンドの制裁金がリーグ委員会により課された。同年12月26日のチャールトンアスレティック、FC では後半アディショナルタイムに2枚目の、 イエローカードを受け退場となるが、この試合では、左大腿部を打撲していた。その日の夜に、幹部の状態が悪化したためクラブドクターに連絡すると、緊急搬送され外科手術が行われる。術後には合併症も生じ一時は、足の切断や生命の危機の可能性もあった。2004年6月に、ボルシア・メンヒエングラートバッハと2年契約を締結し、母国へ復帰。 しかし足首の故障により12月以降ピッチから離れ2005年10月に現役引退を表明した1993年6月10日のブラジル戦でドイツ代表デビューを果たす翌年のアメリカ W 杯は故障のため出場できなかったが1996年のユーロ1996初戦のチェコ戦ではウィングバックとして出場し 得点を記録するなどドイツの優勝に貢献。1998年のフランス W 杯、ユーロ2000、2002年の日韓 W 杯などの国際大会にもそれぞれドイツ代表として名を連ねた。ユーロ2004においてもルディフェラー監督によりメンバーに選出された。現役引退後は指導者に転身し、2006年にボルシア・メンヒエングラートバフ派の U-17、 チームで監督を務める。2007年3月には、同クラブのスポーツディレクターに就任した。2008年10月からは、よする深い監督の解任に伴い、暫定的に監督を2週間のみ務めている。その後コーチに就任するが、2008年12月に、同クラブを退団している。2010年5月26日、アルミニア・ビー・レフェルトの監督に就任した。 しかし開幕から8試合で一勝に終わり、11月6日の FC アウクスブルク戦に敗れると解任された。2011年4月より、ドイツ代表の U-19 チームを率いる。同年8月には U-18 でも指揮を取った。2014年3月に契約が更新されないことが発表され、夏に満了となった。2014年3月20日、 SPVGG ウンターハヒンクに招聘され、リーグ17位に浮上させ三分残留に導いた。翌シーズンもリーグ界に推移する中、2015年3月25日に辞任することを表明した。2015年11月30日、セグンダ・ディビシオン B の CD アトレティコ・バレアレスの指揮官に就任。2017年3月15日、成績不振により解任された。 2017年12月27日、タイリーグ1のラーチャブリー FC と契約する。翌年2月23日、2試合を引いた段階で、クラブとの合意に基づき対談した。2019年4月29日、オーストリアレギオナルリーガの FC ピンツバウ、ザールフェルデンの指揮官に就任。同クラブでは、息子のアレッサンドロがプレーしている。日韓 W 杯では、頭を、 モヒカン狩りにして、頭髪部分をドイツ国旗の3色に染め上げ注目を集めたが、グループリーグ最終戦のカメルーン戦では、坊主頭に変えていた。後のインタビューでは、ロナウドがより奇抜な髪型をしていたのは幸運だったと語っている。ちなみに、この W 杯出場したトルコ代表の海戸田原が、ついと同じモヒカン狩りにして、日本を破る決勝ゴールを挙げた選手として、 話題となった。子供の頃 AC ミランのファンであり、自身が AC ミラン入りするかどうかで父と一本のレモネードをかけた。結果、25歳の時に彼は本当にミラン入りを果たし、その賭けに勝ち、夢を実現させた。ありがとうございます。